Hello everyone! 皆さんこんにちは。ロンドン在住パフォーマーの中園莉子です。前回の動画でロイヤルシェイクスピアカンパニーの Dream というオンライン配信初のモーションキャプチャーを使ったパフォーマンスについてご紹介しました。昨夜そのパフォーマンスを感激して新しいエンターテインメントが誕生したなと感じました。で、この作品が日本でどこまで知られているのか、私もちょっとわからないんですけど、日本ってテクノロジーがすごい強い国だなと私は思ってるんですけど、なのでこの作品を紹介することで、今後の日本のシアターの発展のヒントになればなと思います。今回の動画では、ドリームって実際どんな作品だったのか、そして私の思ったことを共有したいと思います。まずビジュアル的にどんなものだったのかというのを動画と写真を少し撮ったのでお見せします。ちなみに補足なんですけど、この作品は視聴自体が無料だったこと、あとはハッシュタグ DreamOnline21 でどんどんこの体験をシェアしてくださいと促していたので、写真や動画をここで共有するのは問題ないと思ってます。では早速いきましょう。チケット取得後に送られてきたメールの中にあるリンクに飛ぶと、まずこんな画面が出てきました。これは事前に撮影されたウェルカムビデオですね。ちなみにこの俳優さん、私のお友達で主役のパックを演じていました。このウェルカムビデオを拝見した後に Enter the Dream Lobbyをクリックすると、こんな感じの森のマップみたいなページに飛びました。で、ここでオーディエンスの数なんかも確認ができます。最後に見た時には7700人ちょっとくらいになってました。すごいですよね。アリーナも埋まるかなぐらいの数です。このロビー画面では開演するまでの間、このクロスマークをタップすると作品の紹介があったり、キャストの一覧表があったりとか、あとは私はオーディエンスプラスというインタラクションができるチケットを購入していたんですけど、そのインタラクションをどうやってするのかっていう解説ビデオを見ることができました。ちなみにその動画がシェアできるようになってたので、下にリンクを貼っておきます。気になる人は見てみてください。面白いので。開演時間が来ると、まず先ほどの俳優さんで私のお友達がパック役ではなくて本人として出てきます。で、廊下を歩きながら今日は楽しんでってねみたいな感じでモノログ話してるんですけど、それでパフォーマンスをするスタジオの中に入っていってですね、このバーチャルリアリティのゴーグルをその俳優さんがつけるんですね。すると観客の私たちもそのバーチャルリアリティの世界に入っていきます。で、そこが真夏の夜の夢の森の世界です。初めに私たちが見たものはパック自身から見えたパックの手です。なのでその俳優さんの頭の部分にカメラがあったのか、ゴーグル自身にカメラがあったのかわからないんですけど、そこからの視点ですね。出てくるキャラクターが5つあります。まずはパック、ドリームの物語の中心になるキャラクターです。なので私たち観客はそのパックの冒険について見ていくみたいな感じですね。他の4つのキャラクターの中で一番人間に近いキャラクターです。こんな感じで大きさの違う石で体ができています。で、他の4つのキャラクターがカブウェブ、クモノス、マス、ガーですね、とマスターシードとピースブロッサムです。このすべてのキャラクターはシェイクスピアの真夏の夜の夢に出てくる妖精たちです。この妖精たちの中で一番モーションキャプチャーの使われ方として面白いなって思うキャラクターがクモノスです。これがそのキャラクターのクモノスなんですけど、人間でいうまつげに当たる部分がこうクモノスでできてるんですね。このキャラクター自体が表現できるのが目だけじゃないですか。じゃあこのクモノスをモーションキャプチャーでどう動かしたかっていうのがすごく面白くて、アクターさんがこの両手を動かして、こう動かした時にこのクモノスのまぶたの部分が動くんですね。なんか瞬きしてるみたいな感じに。だからコンピュータグラフィックはこの腕と腕の間の距離を見て
瞬きが生まれるそうです。で、アクターさんの右足を前後ろに出すことによって、あのこの膝の部分にセンサーがあってですね、足を前に出すと瞳孔がちっちゃくなって、後ろに出すと大きくなるみたいな感じ。そして頭が目玉の部分になっていて、こうやってアクターさんが動かすことによってこう目玉がねギョロギョロ動くという風になってるらしいです。すごくないですか。私これのトリックを聞いた時になんかもう目から鱗って感じでした。あともう一つ私が感動したことがあって、それはジェスチャーメントっていうんですけど、ジェスチャーメントっていうのはジェスチャーとインストルメント、楽器ですねの造語でジェスチャーメントっていうらしいんですね。これが何かっていうと、ジェスチャーメントっていうのは例えばですね、パックを例に挙げると、パックは動いた時にハープまたは鈴の音が鳴るらしいです。しかもどの楽器の音が鳴るかプラスどの音程の音が鳴るかっていうのが体の部位によって決まっているそうです。具体的に言うと、例えば右肩が動いたらハープのドの音が鳴るとか、左肘が動いたらハープのミの音が鳴るとか、あとは頭を動かすと鈴の音が鳴るとか、プログラミングされてるそうです。それがジェスチャーメントっていうみたいです。これを見てその音を聞いた時に何がすごいかって、あの動きに臨場感が出てくるんですね。テレビゲームをする人とかだったらこのイメージが湧きやすいと思うんですけど、生の配信でも音、あと映像がなんか通信でこう途切れたりすることもなく結構スムーズに動いてたので、それもすごい感動しました。あとは個人的にはこれが生で今地球上のどこかでアクターさんが実際にパフォーマンスしてこの作品ができてるっていうことに私はすごく感動しました。伝わってるかな。本当に感動しました。いや本当に面白かったです。それから実はもう一つドリームに出てくるキャラクターがいて、それはファイアフライズ、ホタルです。これはオーディエンスプラスチケットを購入した観客が、あの森のどこに光を当てるかっていうのをタッチパネルとかマウスで操作できます。私これめっちゃ楽しみにしてたんですけど、正直このインタラクションで1回1回のパフォーマンスがどこまでユニークになるのかっていう実感は個人的にはあんまりなかったです。ただどうもパフォーマンスをしている側の役者さんからすると、バーチャルリアリティのゴーグルの映像の中にですね、ホタルの光が見えるので、オンラインだけれども観客の存在を感じることができるので、ライブシアターでパフォーマンスをしている時に近い感覚が生まれると、公演後の QRA でおっしゃってました。このドリームは、まあ、実験的な公演だったということもあるし、あとはこの作品自体がそのスタジオでどのようにパフォーマンスされているかっていう舞台裏がすごいあの注目されてたプロダクションだと思うんですね。なのでそれをわざと見せる場面もありました。それがこちらです。Friend, I thank thee for thy sunny beam, for thy gracious, golden, glittering gleams. It is near break of day. I am ready.今映像を見ていただいて分かったと思うんですけど、グラフィックの映像ではパックは宙に浮いていました。でも実際には他のアクターさんたちがパックを支えてそのマジックを作り出しています。なのでまさにこれはフィジカルシアターの要素ですし、黒の箱がいくつか置いてありましたが、その黒の箱は
あのシーンによって木になったり岩になったり川沿いになったり、シアターの世界ではただの箱をソファーとして使ったり、例えばテーブルとして使ったり、観客の想像力を頼りにして、言い換えれば見た目はちょっと質素な公演をしたりすることがあったりすると思います。で、私はこのシーンを見た時にですね、このドリームの現場でもアクター自体のしていることは一般の公演と何ら変わりのないことなんじゃないかなって思ったんですね。もちろんこの作品はオンラインの生の配信なので、カメラがどこにあるとかね、テクニカル面で気をつけないといけないことは、まあ、多々あると思うんですけど、根本的なアクターに必要なフィジカルのことだったり、声のことだったり、演技のことだったりっていうのは変わらないんじゃないかなと思います。何が言いたいかというと、今まで違う業界で使われてきたテクノロジー、今回の場合だったらゲーム界、映画界では当たり前のように使われていたモーションキャプチャーをシェイクスピア、つまり言い換えれば演劇界のファンデーションであり、クラシックとして成り立っているものに使うと、ちゃんとそれぞれのいいところを残して化学反応が起きて新しいエンターテインメントが生まれるということです。これをきっかけに今まで映画、ゲームには興味があったけどシアターには足を運んだことがなかったとか、シェイクスピアには関心がなかったという層にもアプローチできるとも思いましたし、それからシアター界ってまだまだアナログな部分が多いけれど、今回の作品を通してテクノロジーを使ってこんなことができるんじゃないかみたいな新たな進展がこれからも出てくるんじゃないかなと思って楽しみになりました。私個人的にはパンデミック中にこのモーションキャプチャーにすごい興味が湧いてきて、私のチェックリストの一番上にも載ってるんですけど、パンデミックが終わったら真っ先にそのトレーニングをしたいと思っています。なので今回ドリームを感激してモーションキャプチャーをやりたいっていう気持ちがさらに高まりました。いつかモーションキャプチャーをやってる Vlog なんかも配信できたらなと思います。本日も最後までご覧いただきありがとうございます。このチャンネルではロンドンでのパフォーマーとしての活動やイギリスの演劇界のこと、そしてイギリスでの生活や旅行に役立つ情報を発信しています。よろしければチャンネル登録もお願いします。では See you in the next video! Bye!